水共祭花火大会の様子松江水共祭古城花火大会は島根県松江市で毎年8月上旬に開催される花火大会である。例年2日間にわたって初日3000発、2日目6000発の計9000発が打ち上げられていた。2014年も同様に打ち上げられる予定だったが台風11号接近の影響で2日間とも中止となり後日 一日で9000発をまとめて打ち上げた。これが好評となり、翌2015年は2日間で計1万3000発を打ち上げ、2016年からは1日で1万発を打ち上げるように変更された。2019年は2日間で計1万3000発打ち上げる。2020年は東京オリンピックの開催時期と重なることを避けるため、当初は 例年の8月上旬ではなく、9月12日に打ち上げられることが発表されたが、新型コロナウイルスの影響により打ち上げ中止が決まった。同年6月1日、全国一斉薬液対産期間チアアップ花火プロジェクトにより新事故上で75発の花火が打ち上げられた。打ち上げ中止になった場合、翌日が予備日として設けられている。予備日も、 中止の場合は順延される場合がある。開催当日は新事故上で紅白禁止区域を定め、関係者以外の船舶の紅白を禁止している。県外各用に有料の観覧席や臨時駐車場が設けられている。ありがとうございます。